口でコラッシュをノートに貼ってみて、こちらの消しゴムで消して、その後収納していきたいと思います。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのは、少し多めになるんですけども、プチデコラッシュの収納ケースと、それから男性でも女性でも使い勝手が良さそうなプチデコラッシュ、それからデコラッシュを消せる消しゴムを購入してみましたので、ノートに貼った後にこちら一部消してみたいと思います。はい、ということでまず、購入したプチデコラッシュなんですけども、左から順番に見ていきたいと思います。一番最初が食事ということで、こういった形のデザインが入ってるプチデコラッシュになります。なかなか使いやすそうな感じですよね。続いて歯医者。その他は休み。こちらが注目っていう名前のプチデコラッシュですね。こちらを選んだ理由なんですけども、だいたい毎月ですね、それほどたくさんの予定があるわけではないんですけども、ざっとこの4つぐらいかなと思いましたので、こちらを選んでみました。他にもハートマークですとか可愛らしいデザインがあったんですけども、あくまでこちらは手帳に貼る際に地味だけど華やかになるのを中心に選んでみました。ということで、こちらを一気に開封します。はい、ということで4つ開封してみました。裏の説明書を見るとこんな感じですね。左手使用時にはゆっくり右に押し当てるって感じのポイントが書いてあります。はい、それではノートにこちらの順番でプチデコラッシュを引いてみたいと思います。一番最初が食事ですね。こちらのキャップを外して一番開いたとこでつけることができます。それでは順番に見ていきたいと思います。続いて注目、続いて歯医者、最後は休みですね。はい、こんな感じで引くことができました。引いてる時の印象といたしましては、一般的な修正テープがあると思うんですけども、修正テープの引く力のだいたい3分の1ぐらいで引けるようなイメージですね。力をほとんど入れずとも紙の上をサラサラ流すだけで印字できるような印象ですね。デザインを順番に見ていきますと、こんな感じですね。微妙に食事マークの色が変わってるように見えますね。赤とピンクと紫、こちらの3色があるように見えます。マンスリーカレンダーを使ってる人とかもそうなんですけども、手帳に引くだけでもですね、かなり華やかになるのでおすすめな製品となっております。はい、続いてプチデコラッシュの専用消しゴムですね。デコラッシュ文字ライナーシリーズにもご使用いただけますということなんですけども、裏面見ますとこんな感じですね。使い方のポイントといたしましては、テープに沿って軽い力で消してくださいということで、デコラッシュの文字が消せるようになっています。ということでこちらの消しゴムで消してみたいと思います。さあ、うまく消せるでしょうか。それぞれこちらの2番目の文字を消してみたいと思います。やっと1つ目が消えましたね。軽い力で消してくださいとか言う割にはなかなか消えない感じですね。今早送りしてない状態なんですけども、かなり往復させてる印象ですね。綺麗には消えるんですけども、なかなか何回か往復させて消す印象なので、消しゴムの消費はかなり早い感じですね。はい、こんな感じで消すことができました。消しカスもですね、だいぶ使うような感じですね。今4つの文字を消したんですけども、消しゴムの削れ具合はこんな感じですね。結構削れてますよね。たった4文字消すだけなんですけども、かなり消しゴムを使ってしまった印象です。それでは最後にこちらのプチデコラッシュ専用の保管ケース、こちらが13個入るんですけども、こちらに収納して終了したいと思います。こんな感じで裏面なんですけども、プチデコラッシュこちらを最大13個収納できるケースということで、ワイドデコラッシュの場合は最大10個、プチ文字ライナーの場合は最大13個収納できますということですね。中身を開けますと、特に変わった印象はないですね。小部屋もなくてシンプルな収納ケースといった感じですね。それでは順番に収納していきます。はい、こんな感じで4つ収納できました。ついでに消しゴムも収納して、最大13個ということなのでまだまだ余裕がありますね。はい、ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。